だいたいこんな風に植えてみました。下の方には台湾、そちらにも台湾、それから水芽を出している台湾、3株植わってるんですね。その右手はエマス、日本水芽を出してきているエマスですね。穴を埋めるときになおよく竹の根茎が伸びてきているところ、3箇所は切断しておいたんですが、時々見回って切り口のところが腐食してくるかどうか観察しないといけないですね。暇あるときには一区画一区画を丁寧に根茎掘りしていかないといけないんですけれどもね、とりあえず植え付けるときには伸びてくる地中の根茎がない程度にすればまあまあだと思いますね。上の方に見えているコンクリートは山道の擁壁ですから、もう山の方、山の上、梅畑の方にだいぶ近い方なんですね。ここより高い段はには島バナナの苗が2本植えてあるだけで、それ以上高いところには植わってないんですね。上の方に笹がだいぶ伸びてきているので、冬の間にそれらも掘り上げて上の方まで竹を透かしてまばらにして、バナナがもっとすくすく成長するような環境づくりをしないといけないんですがね。このバランガンは一応ここに据え置いて、来年再来年ぐらいの出来になればと思っているんですがね。